はい、次のなんかあとは、はい、これ、はい、EDLC という部品です。あ、これが EDLC っていう、電気二重層コンデンサーとか、なんかその名前の製品です。日本の村田製作所が作って、村田って書いてますね。そうですね、村田製作所が作ってるやつなんですけど、これが、まあ、基本的に音楽ってずっと大きな音じゃないんですよね、まあ、なんかちょっと小さい音があって突然バーンって上がってまた小さくなって、ああそうですね、まあ、強弱があったりしますね。そうですね、音楽もそうですし、例えば映画とか YouTube なんか見てる時も、まあ、静かなシーンと、まあ、激しいシーンが交互に訪れると、なので、こいつはですね、まあ、ちょっとしたそのバッテリー、小さなバッテリーのような効果を、機能を持っていてですね、あんまり音が出ないときは USB から入ってくる信号を、USB から入ってくる電力を溜め込んで、突発的に大きな音が必要なときに、ここからドーンと、まあ、電力を使うというような仕組みになってます。まあ、ダムのような感じですよね。ダムのような感じなんだ。実は電気のダムがこの中に入っていて、これがあるおかげでそのわずかな電力だけども、非常にこうメリハリの静かな時はグッと溜めて大きな時にバーンと出すというような、メリハリのリアル音を出すことができています。これスタンダードモードだと確か 2.5W です。ですよね。はい、で 2.5W のスピーカーって、まあ、まあもちろん使えないことはないんだけど、それなりの音しかならないんですね。でもそれさっきサウンド聞いたら 2.5W のサウンドしてないわけですよね。でそれはどういうことかっていうと、この、EDLC、はい、EDLC を使って、通常、まあ、逆説的な話を言ったらいっぱい電気があったら、もうどんどんやればいいじゃんみたいな話なんだけども、はいはい、このパソコンのバスパワーで、わずかな電力でやれるのはこの EDLC があるからこそっていうことですね。そうですね、EDLC と、まあ、先ほど申し上げたフルデジタル、まあ、この掛け算によって、例えば、まあ、2.5W しかもらえてないけども、まあ、単純に掛け算するとフルデジタルでその3倍なので 7.5W 相当だし、まあ、この EDLC が、まあ、時々大きな音を出してくれるので、まあ、聴覚上は 10W ですとか、まあ、それ以上の感覚に聞こえてくると。そんな感じはしますよね。そうですね、この辺の回路が本当にあの新しい技術をまあ導入することによって実現したことだと思います。すごいですね。であとですね、実際にその SM がすごくいいしノイズがすごく少ないなっていうふうに感じたんですけど、これ僕の推測っていうか、まあ、推測というよりは、まあ、ある程度論理的な話ではあると思うんですけど、その省電力しか使ってないからやっぱりその電力によるそのノイズの干渉が少ないんですよね、はい、その 大電流を流すとそれなりにやっぱ干渉してくると思うんですけど、はい、そこも徹底的に抑えられてるからすごく SN がいい感じ。そうですね、非常にあのノイズには強いですし、はい、フルデジタルロジックの場合は基本的にその音が出てないときはここからゼロの信号が出る、まあ、ゼロと1しか出してないので、ゼロが出ると、基本的にミュートはミュートで無音なんですよ。なるほどね、無音をまあ実現することができるスピーカー。